新型コロナウイルス新型コロナウイルス感染症コビットナインティーンに対する薬剤転用研究コビットナインティーンに対する薬剤転用研究は既存薬において新型コロナウイルス感染症にも薬効を示す薬剤を発見する研究である2020年代に入りサーズ株マイナスに感染者数は急拡大し世界中の研究機関や医薬品会社では 新薬の開発やドラッグリポジショニングによる対応を迫られている。一時期脚光を浴びた、アビガンも当初は別の目的で開発された薬剤だった。また既存の漢方薬も治療薬の候補として期待される。新薬の開発には多数の候補の化合物から絞り込み臨床試験を経て上司される。そのためには数年の月日と同時に場合によっては、 数百億円規模の多大な投資を要する。一方、既存の承認済みの薬剤には効果が期待できるものが少なからず存在する。それら既存の薬剤は、すでに副作用が判明しているので臨床試験を含む、認証までのプロセス及び期間を大幅に短縮できる。また、製薬会社にとっても、新薬の市場規模はそれほど大きくはなく、収益が見込めない可能性があり、 既存の薬剤の転用の方が、投資額が少なくて済むため魅力的である。ロピナビル・リトナビルは、上記のように、中国での初期の治療から広く用いられている。ロピナビルとリトナビルはどちらも HIV 感染症に、対するハート両方に用いられ、プロテアーゼを阻害する作用を持つ。2020年2月26日の日本感染症学会の文書でも、現時点で、 日本での入手可能性や有害事象等の観点を考慮した抗ウイルス薬の選択肢として筆頭に名前が挙がっている。日本の症例報告レベルでも有効とする報告が見られる一方、福丹大学のチームが2020年1月から2月に行ったロピナビルリトナビル等予分52例を含む134例の比較臨床試験の結果、症状緩和やウイルス除去促進の影響が 見られなかったと報告した。また、同様の時期に行われた中国首都医科大学など多くの医療機関の共同研究でも、計1 9 9例で半数にロピナビルリトナビルを投与する RCT を行った結果、重度の患者では標準治療を超える利益は観察されなかったと報告した。2件の大規模 RCT において有効性を示すことはできなかった。 米国ガイドラインでは、入院患者及び外来患者に対して、ロピナビル、リトナビル及びその他の HIV プロテアーゼ阻害剤を使用しないことを推奨している。時系列米製薬会社アッビンは2020年1月26日、中国保健当局からの要請でアルビアを試験的に使用していることを明らかにした。アルビアは冷蔵不要という特徴がある。 2月2日、大保健省は、バンコクの病院で、中国人女性旅行客の患者に対し、本在と抗インフルエンザ薬をセルタミビルの併用によって、投与後48時間以内にコロナウイルスが消失したと発表した。2月4日、石膏大学教授理乱ン,ン研究チームは、ロッピナビルとリトナビルは、大きな効果はなく、しかも副作用があると述べた。2月10日、 上海市公共衛生臨床センターの両運らは、134症例中52例が、蛍光、LPV、R 治療、34例は、蛍光アビドール治療、残り48例は、抗ウイルス薬を不使用で、この結果、両方の薬剤とも症状緩和の効果も、ウイルス除去促進の効果も見つからず、有効性について、さらなる調査が必要と結論付けた。 3月3日、京林大学医学部付属病院のグループは、症例研究で LPV-R を投与しても、呼吸状態が増悪したことを説明し、上気副担大学チームの報告書を引いて、LPV-R は中国からの報告では、ウイルス量の低下、症状の改善には影響を与えておらず、COVID-19 肺炎への過度な期待は難しいと考察した。 3月3日、国際医療福祉大学熱海病院のチームは、無症状から高熱と肺炎に増悪した患者に、LPV、R を投与して治療を行ったところ、投与から2日後に下熱など好転し、入院後20日間で PCR 検査で陰性化し退院したと報告した。本例に限って言えば、彼とらは好意的に評価できる。酸素化などの重症化の兆候を待たず、 肺炎の診断を終えた時点で早期に治療介入を行うことで重症化の阻止、致命率の低下ができるかもしれないと考察している。3月10日、マリアン内科大学横浜市西部病院のグループは入院4日目に低酸素血症と全身倦怠感の増悪があり、急性肺障害に移する懸念があった患者に LPVR を投与したところ、投与2日目には、 下熱鎮痛薬なしでも発熱しない状態になったと報告した。これは有効性の高い対象症例であった可能性と投与時期が的確であった可能性があると考察している。3月18日、中国で行われたナインティ1 9を対象として LPV-R を投与する臨床試験の結果が報告されたが LPV R の有効性を示すことができなかった。抗インフルエンザ薬のファビピラビールは、富山科学工業が開発し、神奈川県が国家戦略特別区域で2013年から開発に協力してきた。2016年に石膏改正薬業古墳有限行使に、中華人民共和国におけるライセンスを同出済み。2020年3月現在、日本では、 他の抗インフルエンザウイルス薬が無効または効果不十分な新型または最高型インフルエンザウイルス感染症が発生し、本剤を当該インフルエンザウイルスへの対策に使用すると国が判断した場合にのみ患者への投与が検討される医薬品であり、新型または最高型インフルエンザウイルス感染症に対する本剤の投与経験はない。中国では Covid-19 に対する治療選択肢の一つとして挙げられている。中国科学技術部は2月15日、ファビピラビルをコビットを Covid-19 治療の臨床試験を実施していると発表。比較的高い治療効果と副作用が少ないとされた。2月18日、国家薬管局はファビピラビルの販売を許可した。2020年2月22日、厚生労働大臣、 加藤勝信は、アビガンが効くということになれば、全国に展開をして、治療に使っていきたい、効果があると考えられている、他の治療薬の使用も並行して考えていくと述べた。アビガンは、新型インフルエンザ治療薬として、日本国内で製造され、約200万人分が備蓄されている。神奈川県知事、黒岩雄二は、アビガンの人道的使用と、 臨床試験の早期開始を国に提言した。2020年1月28日、販売元の富士フィルム、富山科学は、本ウイルスへの効果の検証に取り組んでいないが、日本でも治験が開始され、2月22日から、日本の医療機関で本疾患の患者にアビガンの投与が始まった。3月17日、中国政府は、ファビピラビルが有効であったと発表した。 ファビピラビルは、ロピナビルリトナビルとの非毛検比較試験において、ウイルス排出期間を短縮し、X 線画像の改善率を高め、さらに安全性にも問題がなかった。4月、ドイツ政府が、アビガン数百万セットを大量購入すると、報道された。副作用本材は、動物実験において、初期肺の致死及び、 再帰形成が確認されており、胎児への曝露の危険性があり、妊婦への投与は近期である。本剤は、精液中へ移行するので、その危険性について十分に説明し、投与期間中及び投与終了後7日間まで、性交渉を行う場合は必ずコンドームを着用する。痛風、高尿酸欠症の患者では、症状が悪化する恐れがある。国内臨床試験では、 副作用が501例中100例に認められ、血中尿酸増加24例、下痢24例、高中玉数減少9例、AST 増加9例、ALT 増加8例等であった。重大な副作用は、アビガンでは未確認だが、他の抗インフルエンザウイルス薬で、ショック、アナフィラキシー、肺炎、激症肝炎、肝機能障害、横断。 中毒性表皮へ死ゆ解消、皮膚粘膜癌症候群、急性腎障害、白血球、好中球、血小板減少、意識障害、戦亡、幻覚、妄想、痙攣等の精神神経症状、出血性大腸炎などが報告されている。シクレソニド、コビスファーマのアルベスコは、気管支全息を適用症として、承認済みの吸入ステイロイド薬である。 2020年2月19日、国立感染症研究所、村山庁舎、コロナウイルス研究室は、基礎実験でシクレソニドが強い抗ウイルス活性を有すると報告した。他の吸入ステロイドには同様の抗ウイルス効果が見られず、シクレソニド特有の作用と考えられた。本知験をもとに、神奈川県立足柄上病院のチームは、 Covid-19 患者3名への投与治療をすぐに行った。その結果、3例とも2日ほどで状態が好転、という著しい効果があったとする症例報告を3月2日、日本感染症学会のサイトで、いかないようで発表した。インビトロでウイルス増殖防止効果は同等以上、肺胞到達時の組織濃度は数十倍、副作用は前者が下痢、吐き気。 王と腹痛等で高齢者における薬物動態については十分な検討がなされていない。後者は添付文書に副作用の記載はあるが未熟時、新生児から高齢者まで広く用いられる安全な薬剤で報告時点までで動員で有害事象はなかった。価格は前者が1289.6円日、後者は1キット2169円と安価。 日本感染症学会 COVID-19 肺炎初期中期にシクレソニド吸入を使用し改善した3例3月6日国立感染症研究所は蒸気酸症例についてシクレソニドがウイルスの遺伝情報を担うリボ核酸の複製を阻害したとの見方を示したまたマーズで抗ウイルス作用を示したとのデータがあったと述べた3月9日に 厚生労働省健康局結核感染症科より要請を受け、定人ファーマと親会社の定人は翌10日、オルベスコの供給体制を2万本分確保すると発表した。オルベスコは海外のメーカーから導入していて、定人の一存では増産できないが、メーカーと協議しながら確保していく。3月10日、日本環境感染学会は、 医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイドを公開し、治療に関する説明の中に3月2日の全版にはなかった本罪に関する記載を追加した。治療、予防新型コロナウイルス感染症に対して、現在、有効性が証明された治療法はありません。ただし、抗 HIV 薬のロピナビル、リトナビル、抗インフルエンザ薬のアビガン、 エボラ出血熱の治療薬として開発されたレムデシビル及び吸入ステロイドの全速治療薬であるシクレソニドなどが治療薬の候補として挙がっており今後の検証によって効果が証明されれば治療薬として用いられる可能性があると思われます。日本環境感染学会医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド3月12日に掲載された 国立感染症研究所松山修徳らの審査前論文によればシクレソニドはコロナウイルスの持つ非構造タンパク質である NSP15 に作用してウイルスの RNA 複製を抑制する。したがってシクレソニドはコロナウイルスであるーズまたは COVID-19 の患者の治療の候補薬となる。3月16日の時点でオルベスコで治療を受けているナインティーンの 患者は10人程度であった。3月20日、韓国のパスツール研究所のサンゲウン・ジェオンらのチームは、バイクシブサイトに直訳、FDA 承認済み薬品からの株マイナ株 -2 に対する抗ウイルス薬候補の特定と題する論文を掲載した。同研究所はすでにマーズ株でのスクリーニング結果を発表していた。発表によれば、同研究所は、 COVID-19 の治療にアルベスコが有効であると判断した。同研究所では本ウイルス株マイナ株 -2 を入手してスクリーニングで24種の薬剤を抽出した。これらはレムデシビル、カレトラ及びクロロキンと同等かそれ以上の抗ウイルス活性を細胞実験で確認した。特にシクレソニドの安全性、薬効、還元する海外の症例及び 韓国国内での銅剤の販売状況をレビューした結果、シクレソニドを最も実現可能な医薬品に選んだ。また、シクレソニドと並んで、サナダムシック中薬ニクロサミドにも注目した。3月22日、国立感染症研究所の松山修徳室長は、次のことを明らかにした。同研究所では二年前から、マーズに効く薬を千二百種の薬剤ライブラリーから、 スクリーニング研究を実施し、シクレソニドが有効である可能性を見つけていた。今回新型コロナウイルスに感染させた細胞に、シクレソニドを作用させる実験を行ったところ、ウイルス量は100分の1程度にまで減った。シクレソニドは、ウイルスの増殖を抑えると同時に、炎症を抑える効果もあると思われる。3月23日、国立国際医療研究センターは、 肺炎症状のない COVID-19 患者を対象としてシクレソニドの臨床試験を早期に始める予定でプロトコール検討中であることを明らかにしたナハモスタットメシルサンジオでの臨床試験を検討中と述べた3月30日ユネスコが開催した世界127カ国の閣僚級ヤフーの専門家等が出席したテレビ会議で 韓国科学技術情報通信部は、シクレソニド及び、ニクロサミドが CO、COVID-19 に効果があったという事実を、共有した。3月31日の日本集中治療医学会の、報告によれば、対外式膜型人工肺による COVID-19 治療対象患者である21例のうち43%の9例の治療で、シクレソニド投与。ちなみに、同じ統計で、 ファビピラビルは38%の8例、リン酸クロロキンは5%の1例、カレドラは95%の21例。4月14日にインドのガウタムブッダ大学のチームがミサドクロンブンサイトに発表したところによれば、彼らは SARS 株 -2 のメインプロテアーゼを標的に FDA の承認し反薬化合物から人の抗ウイルス及び 抗菌特性を備えたものを文献調査で12種選び、それらをコンピュータシミュレーションで仮想スクリーニングにかけて候補を探した。その結果最強のリファンピシンの次に有望な薬剤として出てきたのはシクレソニドであった。リファンピシンとシクレソニドは参照用化合物として使用した COVID-19 治療によく使われてきた彼とらの 成分に在よりも、プロろとの結合親和性に優れていた。4月14日、テイジンファーマは、COVID-19 への取り組みの一環で、本材の追加的な供給の実現に向けた協議を、輸入先と行っていることを公表した。4月18日の日本感染症学会の学術講演会、COVID-19 シンポジウム、私たちの経験と英知を結集して、 シクレソニドの観察研究の4月8日、時点中間報告が紹介された。それによれば、国内24施設から85症例が登録された。そのうち死亡は2例、また投与後に気管相関が必要になった悪化例は3例にとどまった。座長の土井洋平教授は、シクレソニドは抗炎症効果と抗ウイルス作用を合わせ持つ。 幅広い年齢層に使われてきたので、安全に使えることが大きいと期待感を示した。国立国際医療研究センターでも、肺炎のない比較的軽症のコビと、ナインティン患者をシクレソニド7日間吸入群と、非吸入群にランダムに割り付け8日目の、肺炎発症割合を検討する、という形の特定臨床試験が行われている。同年12月23日、 国立国際医療研究センターは、有効性を検証する臨床試験を行った、結果、有効性が示されなかったと発表し、COVID-19 に対する投与が推奨できないとしている。副作用感染症患者の症状を増悪する恐れがある。588例中45例に副作用が見られ、血管不死等過敏症、発疹、総過油、呼吸困難。 味覚異常、AST 及び ALT の増加、尿中タンパク、動機、気管支痙攣などが報告されている。また、ウサギの動物実験で、副腎皮質ステロイド剤に共通した再帰系作用が、ラットの動物実験で入中への移行が報告されている。日本産科婦人科学会では、4月7日時点で、本薬剤は、全息の妊婦にも有益性投与が認められています。 しかしながら、保険適用外である点に加えて、まだ十分なエビデンスがなく、副作用の問題や、高度の全身管理が必要であるため酸素投与が必要となった重症例には、本人と家族に十分なインフォームドコンセントの上呼吸器化や、救命救急開始の意見を求めた上で投与を検討してください。としている。なお、2020年4月現在、 COVID-19 の核治療薬の添付文書では、妊娠中の安全性について、本在、オルベスコ、カレトラ、ホイバン、フサン、プラケニル、ストロメクトールは、有益性投与で、アビガンは、禁忌とされている。ウミフェノビルは、中国とロシアで使用されている高インフルエンザ薬で、ある。2020年2月4日、石膏大学教授リランケンの研究チームは、細胞実験で、 ウミフェノビルとダルナビルの2種類の薬剤がコロナウイルスを効果的に阻害するのに有効であると発表した。この報道により米株先物取引が急進した。なお、中国語のアヒタをラテン文字表記した際の混乱があり、当初はインドで販売されている鎮痛薬の商品名アバイドルであるとする報道も見られたが、中国当局はアヒタが 抗ウイルス薬であると主張していることから、正しくは、ウミフェノビルの商品名アービドルであると考えられる。2020年2月18日、中国政府の専門家チームは、本ウイルスの診療ガイドラインを新たに発表し、抗インフルエンザ薬のアルビドールを治療薬として加えた。中国の公式の新型コロナウイルス肺炎診療法案では、2020年2月18日の 思考第6版から病状の進行が比較的に早い重症、または重篤な患者向けに、回復者血症療法が追加された。2020年3月27日、中国、港高木大学、第二付属委員などのチームは、急性呼吸急白症候群を併発した重症、COVID-19 患者個例に対して、COVID-19 から回復した患者より採取した。 中和抗体を含む回復期結晶を投与して有効であったと報告した。それによれば COVID-19 の回復例5例から回復期結晶を採取し、採取当日中に各患者に投与した。投与のタイミングは入院後10から22日目であった。その結果4例で投与後3日以内に体温が正常化した。投与後12日で前例のウイルス量が 陰性化した。投与後12日目に4例でアーズが警戒した。投与後2週間以内に3例が人工呼吸器から離脱した。対外式膜型人工肺腫瘍は1例で、投与後5日目に離脱した。アメリカや日本でも臨床試験が開始されることになった。米国ガイドラインでは、現状では回復患者の結症は推奨、または 反対するためのデータが不十分であるとしている。2020年1月27日、中国国家注医薬管理局は本疾患の予防と治療のための注医薬の効果的処方を発見するための臨床研究を開始し、山西省、河北省、国立高省、先西省で漢方薬の清子ハイハイ毒油での治療の臨床的観察とデータ分析を行った。 臨床的に有効なデータ214件により、2月6日、国家衛生健康委員会と国家中医薬管理局は共同で全国に、清市ハイハイ毒油の使用を勧告する文書を発行した。発表されている効果は以下の通り。2月19日の中国国家中医薬管理局の発表によると、重症57指定医療機関で701例を、 投与して観察した結果、130例が治癒して、退院51例が症状が消失し、268例で症状が改善し、212例は症状が安定し悪化しなかったという。そのうち351症例が詳しく分析され、うち112人の患者の体温が摂氏37.3度を超えていたところ、服薬1日後で51.8%、 服薬6日後で94.6%の患者が平熱に戻り、また、咳症状214人のうち46.7%が服用して短期に改善した。また、だるさや吐き気、喉の痛みなどの症状にも顕著な治療効果が見られた。351例の中で一人も、軽度の患者も、普通の患者は重篤にはなっていないという。効果100%ではないものの、 約半数以上の改善が見られることから、中国国家衛生健康委員会と国家中医薬管理局は2月6日、清澄澄毒油の使用を推奨する旨、中国全土に通達した。2月19日付、国民健康衛生委員会発行の新型コロナウイルス肺炎の診断と治療とその解説によれば、以下の通り、一般的な処方、清澄澄毒油は、 臨床治療期間中に推奨される。軽度、一般的、重度、重大、及び回復期間の臨床症状が得られた。推奨される処方と投与量、及び投与方法は、3つの側面から説明されている。2月21日の中国国務院の記者会見で、全国6万例以上の症例で、西洋医学に漢方薬を併用して結果良好と以下のように、 発表された。漢方薬の併用により、臨床症状が消えるまでが2日間短縮、平熱への減熱が1.7日間短縮、入院日数は2.2日間短縮、CT 画像は22%改善され、臨床治癒率はが33%改善、重症化率は27.4%減少、リンパ玉は70%増加したという。 新ハイイ毒医を処方された患者たちのインタビューが2月23日に記事になり国家注意薬管理局のサイトに掲載された。なお、日本では漢方薬と注意薬を同じものだと認識しているが、中国当局は漢方薬と注意薬は厳密には別なものであると認識しているため留意が必要である。2020年2月18日、中国政府の専門家チームは、 高マラリア薬のリン酸クロロキンと抗インフルエンザ薬のアルビドールを本疾患の治療薬候補として発表した。このうちリン酸クロロキンは特効薬ではないが検討に値するウイルス検査で陰性になるのが早いほか副作用も大きくないという。北京市や関東省などの病院に入院する患者に対する臨床試験で症状の改善を確認した。 15日の会議で臨床試験の対象拡大で一致した。ヒドロキシクロロキンは全身性エリテマトーデス治療薬として承認されている。2020年5月にクロロキンまたはヒドロキシクロロキンを投与した患者において、院内死亡率の上昇及び寝室性不整脈の発生率の上昇が認められたとする多国籍レジストリ解析の結果が、 ランセッタ氏に報告されたが、その後撤回された。英国での入院患者を対象とした RCT では、ヒドロキシクロロキンは28日死亡率を低下させなかった。米国ガイドラインでは、クロロキンまたはヒドロキシクロロキンは入院患者には使用しないことを推奨し、外来患者でも臨床試験でない限り使用しないことを推奨している。 抗生物質のアジスロマイシンは、ヒドルキシクロロキンと併用すると、上気道からのウイルス消失効果が、より高い可能性があるという研究が3月20日に、フランスの大学病院研究所地中海、感染症院などの研究チームから発表された。SARS 株マイナスには、細胞内のウイルス r n a 認識受容体、MDA5、リグアイを阻害して、 I 型イ,インターフェロン生産を抑制することなどにより、免疫応答を逃れる可能性がある。アジスロマイシンは、インビトロにおいて、ウイルス誘発性インターフェロン産出を促すことにより、抗ウイルス作用を発揮し、ライノウイルスに対して効果のあることが見つかっていた。ドイツの研究によれば、セリンプロテアーゼ素外剤のカモスタットは、インビトロにおいて、 サーズ株マイナス2が細胞へと侵入する際に使われる宿主側酵素の TMPRSS にプロテアーゼを阻害するため新型コロナウイルスに効果のある可能性がある。サーズコロナウイルスでは動物実験においてカモスタット単独投与の効果が確認されておりその容量を人に当てはめると日本で既に承認されている量でも効果のある可能性がある。 東京大学大学院医学系研究科は、新型コロナウイルス感染症患者に対するカモスタット投与の臨床研究を計画している。また、中国の研究によれば、セリンプロテアーゼ素外剤のナファモスタットは、ベーロ E6 細胞において、SARS 株 -2 の感染を防いだものの、その50%効果濃度は、高めの2 2 5 0 m m となっている。 東京大学医科学研究所は、新型コロナウイルス患者に対しナファモスタットの試験投与を行う予定となっている。同研究所の研究成果として、SARS 株マイナス 2S タンパク質による膜融合において、ナファモスタットは、カモスタットのおよそ10分の1の濃度で、阻害効果を示すことが発表された。日本では、カモスタットは、慢性水炎や術後逆流性食道炎に、 ナファモスタットは、水泳や波種性血管内凝固症候群などに対して保険適用されている。カモスタット及びナファモスタットの副作用として、ショック、アナフィラキシー様症状などのアレルギー、過敏症、高カリウム血症、低ナトリウム血症、血小板や白血球減少、肝機能障害、横断などが報告されている。トシリズマブは、 強力なイルマイナス6素外薬である。2020年3月4日、中華人民共和国国家衛生健康委員会は、都市リズマ部のコビッナインティーン患者に対する投与を認可し、医療規定の標準治療に組み込んだ。3月5日、中国科学技術大学附属第一委員と安記、不要第二人民病院のチームは、二千二十年二月五日から二月十四日の間、 コビット19重症患者20例に通常の治療に加えて、トシリズマブを投与して分析した結果をミサドク論文ンンサイトに発表した。それによれば、その結果、20人の患者のうち15人は摂取酸素量が減り、1人の患者は酸素療法も不要となった。CT スキャンにより、19人の患者で肺の病変の濁りは消えた。目立った、副作用はなかった。 19人の患者はトシリズマブによる治療後平均13.5日で退院し、残りも良好に回復中と述べられている。また、イタリアでも COVID-19 重症患者2人に大使トシリズマブの投与が行われ、これにより24時間で症状が改善した。この投与は在国立病院会社及びアイルシシエス財団国立がん研究所の協力によって コトゥーニョ病院の患者に対し行われた。3月24日、ロシュは重症 COVID-19 での入院患者330例を対象に、アクテンラ、ローアクテンラの第3位臨床試験を実施すると発表した。4月8日、中外製薬は COVID-19 を対象としたアクテムラの第3章臨床試験の実施に向け、試験届を提出した。 4月9日、中国科学技術大学附属第一院らのチームは、イルマイナス6次用体を標的とした薬剤とシリーズマブによる治療したコビと、ナインティン重症患者2名の末小血、単核細胞を分析した結果、過剰に活性化された炎症性免疫応答は減弱していた。一方、抗ウイルス免疫応答は保たれたことを、ミサドク論文ンンサイトに報告した。 4月15日のメディカルトリビューンの記事によれば、COVID-19 の主な死因に、免疫システムの暴走、すなわち、サイトカインストームで肺の細胞が壊れるアーズがある。アーズの世も不良例で、イルマイナス6、イルマイナス8などの炎症性バイオマーカーの値が高いことがある。トシリズマブは、イルマイナス6の働きを阻害し、炎症反応を抑えるため期待されているという。 関節リウマチ薬の人型抗ヒトイルマイナス6、受容体モノクローナル抗体であるサリルマブがある。これも、トシリズマブと同様、免疫システムの暴走を抑えて、c o v i d 1ン重症患者の治療に有効ではないかと期待されている。4月2日、サノフィは、重症 c o v i d 1ン患者を対象としたケブザラの臨床試験の一環として、米国外で、 第一例の患者に投与したことを発表した。本試験は、イタリア、スペイン、ドイツ、フランス、カナダ、ロシア及び、米国で実施している。米国 FDA は、重度の疾患もしくは入院に進行するリスクである、患者に対して、モノクローナル抗体の緊急使用許可を出している。これは、臨床試験であるため、米国ガイドラインは実験参加に対して、患者と話し合うことを奨励している。 ガイドラインでは、現状では有効性について決定的な結論を出すことは困難であると述べている。ルキソリチニブはジャック阻害薬であり、新生多血症などの治療薬である。サイトカインストームを伴う COVID-19 患者におけるジャカビを評価するため、臨床試験が計画されている。審査前論文ではあるものの中国運州の病院の報告によれば、 多くの COVID-19 患者が尿からのカリウムイオン排出によって軽度重度の低カリウム血症を起こしており、カリウム補充療法は回復傾向の患者で良い反応を示したとされる。また日本感染症学会に報告された症例において低ナトリウム血症が報告されており、その場合に電解質輸液剤による保液が行われている。なお SARS においても、 低カリウム血症及び低ナトリウム血症が報告されていた。酸水素混合吸入は中国において COVID-19 の治療に使われている。2020年2月5日、上海 B 医療鍵の酸水素吸入器が武漢中央病院、武漢大学、中南医院などの病院へと届けられ使用されるようになった。この酸水素吸入器は慢性閉塞性肺疾患。 全速、機関資格調症軌道狭窄などに向けて開発されていた。2月17日、中国飛行率医療機構協会がこの3、水素吸入器を推奨し、3月3日、中華人民共和国国会衛生健康委員会は、ガイドライン第7班で、3水素吸入器を標準治療に組み込んだ。ただし二重盲検比較試験は行われておらず、論争も起きている。 一部の病院において、高気圧酸素治療が COVID-19 の治療に使われており、成果を上げているとされるものの、大規模な臨床試験は2020年8月時点で、まだ行われていない。新型コロナウイルス感染症の患者の血症では、著しく高いレベルのアンジオ転診通が確認されており、それによる障害を防ぐために、アンジオ転診通需要体機抗薬を使うことが、 インドマハラシュトラ保健大学のマルデューラポッド系教授から提案された ARB にはテルミサルタン、ロサルタンなどがある欧州製薬団体連合会は高圧剤であるアンジオテンシン身通生性を阻害するアンジオテンシン変換酵素阻害薬の効果の検証を含む治療法の特定を会員企業に求めているあチェまたは ARB の常脈内投与が ACE 2重要体の発現を増やし重症化リスクを高める可能性があるとする仮説も存在するが中国における COVID-19 患者のメタアナリシスの審査前論文によれば65歳以上の高血圧患者における ARB の服用者は重症化リスクが優位に低かったとされる。米国ガイドラインでは臨床試験ではない限り ACE 阻害薬及び アンジオテンシン受容体拮抗薬を使用しないよう勧告している。一組換え可用性 ACE2 はインビトロにおいて SARS 株マイナス2の細胞への感染を阻害することが見つかっている。SARS での研究ではマウスでの動物実験においてアンジオテンシン2の分解を行うリコンビナント ACE2 の投与が SARS の重症化を防ぐことが見つかっている。 一組換え可用性 ACE2 には、アペーロンバイアロジックス製のアプン01が存在し、すでに来、2ア臨床試験を開始している。また、日本の医薬基盤、健康、栄養研究所は、量産可能なバクテリア由来の ACE2 様酵素 B38CAP を発見し、それが、新型コロナウイルス患者の重症化抑制に使える可能性のあることを発表した。 一組会化陽性 ACE2 を投与した COVID-19 患者の初期の臨床観察では各種バイオマーカーの改善と結晶ウイルス量の減少が確認されている ACE2 以外のウイルス受容体として CD147 が関与している可能性が示唆されている高 CD147 抗体であるメプラズマ分によりウイルス陰性化までの期間が短縮されたと報告された 世界の COVID-19 感染率東西ドイツの COVID-19 感染率の総意ハーバード大学医学大学院国際保健リサーチコア教授メガン・マリーは3月13日 b c g ワクチンの再接種によって上気道感染症が減った報告やトレインドイミュニティの宮坂正幸は 免疫学の世界ではこのワクチンが高齢者の細菌性肺炎に予防的効果があると指摘されているとし、PCG が自然免疫や獲得免疫を刺激してウイルス感染による重症化を防いでいるとも考えられると解説した。また、同氏は PCG ワクチンを接種している国とそうでない国では統計的に死亡率が異なっているとし、特に日本株と ソ連株の効果が強く、デンマーク株では効果が薄いように見えると述べた。イスラエルのテルアビブ大学での研究によれば、イスラエルでは BCG ワクチン接種中止前と後の3年間において、BCG ワクチン接種世代と不接種世代で新型コロナウイルスの感染率に差は存在しなかった。北山忍米ミシガン大学教授らの研究グループは、 BCG ワクチンの接種を義務づけていた国々は、義務づけていない国々と比べて、感染者数、死者数ともに増加率が優位に低いことを報告した。副反応と注意喚起、BCG ワクチン接種での副反応も報告されており、重特例として、リンパ節炎や骨髄炎などの発生 BCG 感染症の発症や、 重症複合型免疫不全症や慢性肉が主症などの先天性免疫不全症では重症化することが多い。また、アナフィラキシーや皮膚結核様病変も報告されている。4月3日、日本ワクチン学会は新型コロナウイルスによる感染症に対して BCG ワクチンが有効ではないかという仮説は未だその審議が科学的に確認されたものではなく、 現時点では否定も肯定も、もちろん推奨もされない。定期接種としての乳児への BCG ワクチンの安定供給が影響を受ける事態は避けなければならない。などの見解を示した。日本小児科学会も同日に、BCG は新生児や乳児を対象に接種が行われており、成人を対象とした知見は十分ではない。また、結核菌の切り換者や BCG 菌に対する、 免疫を有するものに接種した場合、強い接種局所反応などの副反応が出現する可能性もあると発表した。厚生労働省も BCG ワクチンは乳児の定期接種のために製造されており、メーカーが出荷できる量は出生数と同程度で余剰はありません。と発信した。4月10日、BCG を扱っていない日本の医療機関において、 BCG ワクチンを新型コロナウイルス感染症の予防のために接種を希望した成人に誤って全量注射し発熱や人シン血尿などの健康被害が出ていたことが報告された。BCG は腕に塗った BCG 溶液の内微量だけ体内に入れる方式で説明文書には絶対に注射してはならないと記載されている。経営施設用の濃厚なワクチンであり、 もし被害等に注射すると強い局所反応を呈するので、絶対に注射してはならない。日本 BCG 製造株式、会社感想 BCG ワクチン添付文書、VPM1002 マックスプランク研究所は3月21日、BCG ワクチンをベースにしたワクチン候補である VPM1002 が、SARS 株 -2 の感染に対して有効かどうかドイツの病院で、高齢者と、 医療従事者を対象に第3章試験に入ることを発表した。VPM1000 にはステファン HE カウフマンのグループが結核ワクチンとして開発したもので従来の標準的な BCG ワクチンよりも安全で結核やガンに効果があるとされる。このワクチンは現在インドで第3章の治験がされており2020年半ばに完了予定でサーズ株マイナス -2 に特化したワクチンが 開発されるまでの間の利用が期待されている。ビクジーンプロジェクトマネージメントと世界最大級のワクチンメーカーであるインド結成研究所と共同で開発する。2020年4月4日、オーストラリア南東部メルボルンのモナッシュ大学の研究チームはイベルメクチンが実験の結果、本ウイルスの抑制に効果があったと発表した。一回量のイベルメクチンで、 このウイルスの複製を48時間以内に止めることができた。今後臨床試験を行い、できるだけ早くナインティ1 9の治療薬に応用したいとしている。2020年4月19日、ユタ大学の研究チームは169病院においてイベルメクチンを用いずに治療した704人の死亡率が8.5%であるのに対し、 イベルメクチンを投与した704人の死亡率が1.4%と低いことを発表した。しかしその後、発表の信頼性に疑義が生じ、投稿中であった論文も撤回された。イベルメクチンは、数々の業績を上げて2015年、ノーベル生理学・医学賞を受賞した科学者で、北里大学特別栄誉教授の大村里氏により、開発された。 米国ガイドラインでは、イベルメクチン投与は、推奨、または、反対するためのデータが不十分であるとしている。2020年4月14日に、インドのガウタムブッダ大学のチームが、ミサドクロンブンサイトに発表したところによれば、彼らは、サーズ株マイナス2のメインプロテアーゼを標的に、FDA の承認し反薬化合物から人の、抗ウイルス及び、 抗菌特性を備えたものを文献調査で12種選び、それらをコンピュータシミュレーションで仮想スクリーニングにかけて候補を探した。その結果最も有望な薬剤として出てきたのは結核の治療で定評のある抗生物質のリファンピシンであった。そしてリファンピシンが COVID-19 の治療に使えるかもしれないと提案した。 緑茶を引用する習慣のある地域とそうではない。地域では、新型コロナウイルスの感染率に有意な差があることが判明しており、緑茶に含まれるエピガロカテキンガレートが、ウイルス表面の突起と結合することにより、感染力を弱める効果があると報告されている。柿渋に含まれるタンニンには、コロナウイルスを不活性化する効果があることが判明し、蛍光感染の予防効果が期待される。 重症患者における高濃度ビタミン C 点滴が武漢大学中南委員で第2位臨床試験中となっている。米国ガイドラインでは現状ではビタミン C 投与は推奨または反対するためのデータが不十分であるとしている。ビタミン D にも効能がある可能性が複数報告されているが英国ナイスは臨床治験ではない限り COVID の予防 または治療を目的としてビタミン D サプリメントを処方することのないよう勧告している。米国ガイドラインでは現状ではビタミン D 投与は推奨または反対するためのデータが不十分であるとしている。喫煙者と非喫煙者の間には重症化する割合に優位な差が認められニコチンに効能がある可能性があるとの複数の報告がある。 クトフェリンにも効能がある可能性が複数報告されている。TMC-31911 にも効果がある可能性があるとの複数の報告がある。COVID-19 患者に対する亜鉛の静脈内投与がオーストラリアのメルボルンにあるオースティン病院で臨床試験されているもののエビデンスはまだなく安全かもわかっていない。亜鉛イオンには 抗ウイルス作用があり、この作用はウイルスのポリタンパク質プロセッシングを阻害することなどによるものとされている。米国ガイドラインでは、現状では亜鉛投与は推奨または反対するためのデータが不十分であるとしており、臨床試験でない限り食事摂取基準を超える亜鉛を取ることの内容を推奨している。イスラエル工科大学は、 新生児呼吸吸白症候群のために開発されたサーファクタント補充療法を改良し、そのサーズ株マイナス2に対する治験を計画している。埼玉県立循環器呼吸器病センターによれば、COVID-19 が感染するために使用する ACE2 は、肺において主に通型肺方上皮細胞で発現しているため、サーズ株マイナス2ではその細胞への感染によって、 肺酸白炭との酸性が阻害されて、肺胞体積低下に陥ると推察している。2021年1月22日、カナダモントリオール心臓研究所は、通風治療薬コルヒチンが、新型コロナウイルス感染症治療に効果的で合併症のリスクを減少させることが、PCR 検査で陽性だった患者のうち4159人に投与した。 大規模臨床試験で明らかになったと発表した。ミは、コルヒチンが在宅療養中のコロナ患者の治療に使用できる世界初の蛍光薬と説明し、試験の結果は重要な科学的発見で、サイトカインストームと呼ばれる危険な炎症性症候群の発生を防ぎ、合併症の発症率を下げる効果があるとしている。ありがとうございます。